ブロックチェーンとか、いわゆる、まあ、イーサリアムキラーとして出てきた、ソラナとかポリゴンとかっていうものに対して、もっと、なんていうのかな、レイヤー2のレベルで、いろんなスケーラビリティとかを強化しようとかって言うんじゃなくて、そのネイティブのレイヤー1のブロックチェーンで、今までイーサリアムで問題だった、そのスケーラビリティとかの問題を解決しようとして、そのアプトスだとか、スイっていうブロックチェーンが出てきてまして、まあ、ここの動きっていうのが、まあ、今すごく、まあ、注目されていて、で、そこの上に、今までイーサリアムの上で起こってたいろんなこうアプリケーションを乗っけましょうみたいなプロジェクトがブワーッと出てきていて、まあ、そこが、まあ、新たな大きな主戦場みたいなところになってきてるかなというふうに一つ思いますと。もう一つはですね、ゲーミファイなんですよね。で、ゲーミファイって、まあ、ステップンだとかが、まあ、ポンジスキームだったとかって言って、実はその、欧米のベンチャーキャピタルたちは、意外ともうゲーミファイとかには一回投資しないとかっていうふうに一回冷え込んでるんですけれども、実はアジアとかの、ベンチャーキャピタルとかっていうのは、やはりそのゲーミファイに対してまだまだ可能性があるっていうふうに見てまして、で、なぜかっていうと、その明確に、まあ、トークンを使って、トークンを使う意味があるんですよね。NFT だとか、ゲームの中に。なので、実際に役に立つユースケースっていうもので言うと、ディファイ以外にもう明確にユースケースとして成り立ってるのがゲーミファイなんですよね。なので、ゲーミファイの分野っていうのは、特にその日本とかアジアのゲームのクオリティが高くて、かつヨーロッパやアメリカで開発するよりも安くできて、かつアジアの人たちは控えめなのでバリエーションが低いとか言ってですね、そこが意外と、欧米の人たちはもうゲーミファイに一回投資しないと言ってたのに、目をつけてるところがちょこちょこ出てきて、日本のそのゲーミファイのスタートアップっていうのが、意外と今後、グローバルで活躍するところが出てくる可能性あるかなと。なりますかね。そうですね。ゲームのアイテムが、まあ、他でも使えるようになるとかっていう文脈の、まあ、動きを、インターオペラビリティって言ったりするんですけども、それは、まあ、先ほど、まあ、第4世代のアプトスとかスイとかっていうものが出てきてますよっていうことがあったんですけども、それに関連して、まあ、チェーン同士のインターオペラビリティっていうところもかなり注目されてまして、これ何かというと、例えば、まあ、先ほどゲーミファイの話をしてたとは思うんですけども、例えば、まあ、イーサリアムの、で、イーサリアム上で稼がれたアセットを、まあ、ビットコインの、まあ、ブロックチェーン上に持っていくとか、そういう、今まで、チェーン同士が分断されてたとは思うんですけど、それが、どん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 繋がっていくっていう、動きをインターオペラビリティって言っていて、まあ、それの一つに、さっき、まあ、ゲーム上で、使われていた NFT が他のチェーンに移動したりできるっていうところの動きがあるんですけども、まあ、それを実現させるために、レイヤーゼロとか、アクセラーっていう、まあ、プロトコルが出てきて、他のブロックチェーン上で生成されたアセットが他のチェーンでも使えるようになるっていうような動きが、一つのトレンドになってます。